はい、スピリと申しまーす。今日もキングスレイド、経験者が一から無課金プレイということでやっていきましょう。で、ここですね、ビギナーって書かれてるとこ、ここ、まあ、今日もらっちゃってるんですけど、ここね、よく忘れそうなので気をつけてもらっていきましょう。毎日タダでね、ゴールドもらえますので、忘れずにもらいましょう。はい、というわけで、今日はですね、ちょっと、ルビー溜まってるので、キャラクターをね、ちょっと足したいなと。タンクをね、一人増やしたいなーって思ってます。で、ね、ちょっとコメントもいただいてたので、コメントも一緒に見ていこうかな。内田。内田ごめんなさい、読めない。摩擦さん。そんなわけないよな。これ摩擦じゃないよな。容量はどのくらいですか?ということで、通信の容量かな?それともゲーム自体の容量かな?通信の容量自体は、前回で結構前に通信容量こんな感じだよっていうのを出した動画があるので、概要欄に貼っておきます。もしよかったら見てください。ちょっと今どのぐらいっていうのがパッと思い出せないので、その動画見ていただいた方が早いかと思います。で、容量ね、容量。私が今、スマホ、アンドロイドですね。アンドロイドで、今、3.76GB ぐらいの容量になります。はい。というわけで、容量はまあ、これくらいでしたよ。ということで。で、次ですね。アルミホイル、マキタさん。始めたばっかりで、右も左もわからなかったので、すごい丁寧でありがたいです。いや、ありがとうございます。こちらこそ。ちょっとね、話がまとまってないの申し訳ないんですけど、まあ、こんな感じでやっていくので、よかったら見ていってください。で、ユリアの専用武器が当たったんですけど、ユリアって強いですか?あと、ガチャって序盤はどの勝負、ジョブのやつ引けば、後々いいんでしょうか?ということで、ユリアっていうキャラ自体が、じゃあどういうキャラかっていうと、実は攻略サイトとかね、いろんなね、動画を見る方がいいかなとは思ってます。で、ユリア自体、ユリア、あったあった。スキルとか見る限り、まあ、あんまり私はね、ちょっと使わないのかなっていう気がする。っていうのも、対人戦とストーリーとかね、エネミー戦で結構使い方って分かれたりするんですが、ユリアを見る限り、どちらかっていうと対人戦に向いたキャラクターなのかなっていう、気がしています。なので、正直ね、あまり私は PVP、対人戦をやらないので、ちょっと申し訳ないですが、私としてはあまり使わないのかな、っていう気がしてる。ただ、ユリアがじゃあ、対人戦以外のところで使えないかって言ったらそうではないよと。この辺ね、実際私このキャラクターを使ったことがないので、使ったことがある方の動画を見るとかがおすすめかな。確かね、私が見た中で、もうユリア、トツさんぐらいに上げてしまって、使い勝手どうかなとか試してる動画とかが確かあったので、うん、探してみてください。で、ガチャを引くときね、今日まだガチャ引いてないから、よし、やっていこう。ここですね。無料ガチャ。引くのにどこがいいですかっていうことで、ディーラーを誰にしようかっていうので、このガチャ、どれを引くか決めたらいいかと思います。例えば今だと私、ガチャを、あ、ガチャじゃない。ディーラーを、この、ミリアンヌにしようかな?それとも、ウィザードの、アルテミアっていうキャラがいるんですが、これを取得してこのキャラクターにしようかな?どうしようかなって迷ってるとこなんですね。だったら、アルテミアも今持ってる、クレオ、いや、ロリンがいるので、このウィザードの無料召喚をやっていこうかな。これでまあ何かしら当たればいいなっていうのがあるので、まあ私だったらウィザードを引くかな。でも、もう私は絶対アサシン、もうミリアンヌ。絶対ね、このミリアンヌは初心者のボーナスで専用武器ももらえるみたいなので、絶対にミリアンヌをディーラーにするんだって言ったらアサシン引いてもいいと思います。そんな感じで自分がね、どのディーラーを選ぶかでこれ引くの決めたらいいかと思います。まあ、私はウィザードかな、とりあえずは。
うん。まだね、ディーラー決めてないんですよ、誰にするか。ちょっとね、これ決めてから実況した方がいいかなと思ったけど、ちょっとね、迷ってるんですよ。はい、というわけで、コメント、一応ですね、こういう感じで返していきますので、うん、よければコメントいただければと思います。私が見た中の動画でこういう動画あったよっていうのも、まあ、紹介させてもらえればいいかと思うので。はい、というわけで、じゃあ、早速今日は、キャラクター、選んでいこう。でねちょっと実は、ずーっとジェーンを取ろうと思ってたんですが、ここに来て迷ってる。前衛で選んで、このね、縦のマークが前衛です。で、魔法の前衛を選ぶのに、グレンウィスは物理だったかな？セリア。じゃあね、セリアじゃない。ネラクシスは、魔法。アセリカ魔法っていう感じで、まあ、魔法と物理と、リガルトなんかは物理だね。っていう感じで分かれるんですが、ジェーンか、ネラクシスで迷ってます。っていうのも、チェーンっていうのは、結構ね、まあ、魔法パーティー組む人は結構使ってるんですが、スキル情報あるね。あ、こういうスキル情報か、一覧じゃないんだね。はい。ですね、ジェーンの、よいしょ、スキルで、特にね、味方の防御力を上げるようなものがないんですね、実は。今のところ、だいたいタンクが攻撃を受け止めて、後衛の人たちが攻撃するっていうのが、まあ、よくあるパターンだと思います。ただ、これが8章、9章になってくると、後衛がね、攻撃受けるんですよ。そうなってくると、後衛を守ってあげれるキャラっていうのがどうしても必要になってくる。例えば私が持ってるフレイなんかは、味方全体に防御の魔法を貼れるので、それでも、まあ、こと足りるっちゃこと足りるのかもしれないですが、なんだったらもう一体味方の防御力を上げてあげるキャラクターを欲しいなと思っていて、このね、ネラクシス、このキャラクターが、あ、スキルここにあった。ごめんなさい。味方の防御力を、このスキル2だね。味方全体の攻撃力と全ての防御力を15秒間64増加させますということで、これ、結構ね、育てていくと強くなるんです。結構防御力上がるんですね。8章、9章まで見据えるんだったら、このネラクシスを入れた方がいいかなーっていう気がしてます。ちょっとね、今まで動画でジェーンジェーンって言ってたのに申し訳ないですが、8章、9章を見据えて、狙くしずにちょっとしたいと思います。さあ、行きましょう、狙くしず。俺の前に立ちはだかる奴は、すべてひねり潰してやる。はい、狙くしず。特徴とかも見ていくか。闇の、雷を操るブラックドラゴンの末裔、魔族、特に邪竜へ反感を抱き、彼らを一掃しようと活動している。闇の怒りをまとったパイルバンカーで敵の防御を貫く。こいつだね、パイルバンカー。この槍みたいなのがドーンと出てくるということで。うん。まあ、あんまりね、だからって邪竜に強いかって言ったらそうでもない。別に攻撃がと、プラスでつくわけではないので、そういうとこね、この辺のコメントで、あれって思っても、あんま気にしないようにしましょう。で、初めてキャラクターを買いました。で、タンクなんですが、今、買った状態がこれですね。レベル1の星3。これを、いきなり今も、3章の途中ですが、この3章にぶち込んでも、死ぬだけでレベルすら上がりません。ある程度レベルを上げてあげないと、今のとこね、活躍ができないです。というわけで、レベルを上げてあげよう。ということで、今ね、この右上のこのプラスボタンをポチッと押しました。戦闘しているとたまにこういうフラスコを、液体の入ったようなフラスコがもらえてるかと思います。これ、経験値が詰まってるフラスコになるんですね。
ちょっと使ってみよう。802。これがね、小さいやつの方が経験値もらえるのが少ない。うん。全部もう一気に使おうと思ったら、この右上のマックスポチッと押してあげると、いきなりドーンとレベルが上がります。これもいきなりボーンと押したら、いきなりレベルが上がるんですが、ちょっとね、他の人たちに合わせて、多分、このまま、ポワン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 といい音のまんま42あたりまで上げましょう。はい、42になった。これで、ミリアンヌ、フレイとかと同じレベルになりました。ということで、じゃあ、クラスの装備をちょっと外して、よいしょ。デラックスつけてあげましょう。で、スキルも上げまーす。ほい、ほい。さあ、で、これでね、ここからはネラクシスに、バトンタッチですね。で、今何気に、ほい、右下今まで誰もついてなかったんですが、右下つきました。実はちょっとこの前、ついさっきもらったんですね。これ、右下、異物っていうものがつきます。特殊効果がいろいろついてる、いろんな道具があるんですが、これはゴブリンの仮面っていう、アイテムですね。ゴブリンに与えるダメージが増えます。また、与えられるダメージが減りますよっていうもので、つーから、ちょっとね、タンクにつけていきましょう。はい。では、これで、ちょっと、今日、レベル上げからいきます。パルス。動物戦闘ですね。で、毎回お馴染みですが、ミッションで、さあ、ミッションで経験値アップ。まあ、今日はもうあんまり時間ないでゴールドアップもつけておこう。で、ミッションでつけたら次はカバンに移動して、カバンの経験値アップも使いましょうと。はい、これで重複してつきました。では、討伐戦闘やっていこう。メンバーはこんな感じ。さあ、では、行きまーす。繰り返し戦闘、ここ右を、上の方を押すと、ずーっとやってくれますので。はい、連続戦闘終わりました。2章、3章のね、討伐戦闘終わりました。で、レベルが今のところ全員45と。今みんな星3なので、マックスのレベルが50だね。そろそろレベル上げないと、みんな、みんなのね、覚醒のレベルを、覚醒を上げていかないとちょっときつくなってきたね。というわけで、ここに、挑みましょう。全然というわけでって話繋がってないんだけど、ここに挑みたいので挑みましょう。行きましょう。さあどうかな。まあね、ボスまではまあ問題なくいけると思います。で、もしこれでいけないんだったら全体的にあれだね、覚醒するかな。やっぱね、クラウスを覚醒4まで上げたのがちょっとコスト的にもったいなかったかなーっていうのをちょっと反省してます。とっととね、ルビーだけ集めてネラクシス買えばよかったかなー。ちょっとね、急ぎすぎたかもってちょっと反省してます。別にね、そんな無理してクラウスを育てることはなかったかなー。はぁ、どうしよっかなー。どうしよっかなーも何も、もう育てちゃったものはもう戻んないからね。使ったコストは戻らないので。まあ、どっかで挽回しないとね、結構ギリギリカツカツになっちゃうんで。さあ、前回は、ネラクシスじゃなくて、ここをクラウスのタンクで挑みました。で、クラウスがサクッと、やられてしまって、ちょっとあまりいい具合ではなかったんですが、さあ今回はどうだろう、ネラクシス。ちょっとね、自分の防御力も上げるタイプのタンクになるので、まあ割と防御力高いかな。大丈夫だね。倒せた。オッケー。おい。さあ、これで3章クリア。3章の上級ダンジョンも行けるようになりました。オッケー。
はい、3級、3章の上級ダンジョン解放されます。で、4章も解放されましたと。ここで、ここで。なんかもらえたちょっと待ってフラットやー、ちょっと待って、星3英雄チケットこんなとこで手に入るのか。見てなかった。戦闘のどっかで手に入ったんですね。ちょっと待って、ちょっと待って。どこだ？これは経験値だよ。あ、経験値じゃない。専用武器だね、多分。あったあったあった。3-22のボスクリアした時点で、星3英雄チケットもらえるんですね。これ皆さんちょっと覚えておこう。3-22、ボス。3章のボスクリアしたら、星3英雄チケットもらえます。いやー、マジか。こっち行こう。誰がもらえるのでしょうか。あ、はい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 。まあ、この辺は、まあいいね。あ、ジェーンもらえたんだね。あ、私が思い浮かべるようなディーラーはちょっといなかったかな。そうなると、星3英雄チケットまだ使わなくていいか。迷うな迷うなちょっと使わずにまだ置いておこうかな。ちょっとどのキャラクターが欲しいかっていうのはまだ定まってないので、ディーラーを決めるにはまだ早い。ということで、ディーラーを誰にするかちょっと次までに決めておきます。ルビー使ってアルテミアを買うか、それともこのまま、ミリアンヌにするか、それとも8章9章を見据えて、全体攻撃のクレオを育てるか。クレオを今から育てる。いや、きっついかなぁ。ちょっとね、ここまで来たらこのミリアンヌ育てるのが、まあ、コスト的には助かるかなっていう気がしてるので、ミリアンヌになりそう。まあ、ちょっと次の動画まで考えておきます。では今日はこの辺で。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また何か質問ありましたらコメント欄いただければ、その場の答えるか動画にさせていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。またね、プラグ更新ありました。新しいキャラクター来るようです。ウィザード。楽しみだね。ウィザードだよ。では、また次の動画でお会いしましょう。あ、ちなみにもう一個最後に、この動画上げてる頃には、メンテナンス入ってるか、メンテナンス終わってる頃ですので、メンテナンスの内容も、もしね、気にしてたら見てください。では、よくわかんないけど、この辺で、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、スピルでした。またね。ここしてチャンネル登録をよろしくお願いします。